大地味竿は大分県宇佐市出身の元プロ野球選手。現在はフィラデルフィアフィリーズの艦太平洋担当部長。中津南港から1975年オフにドラフト外で太平洋クラブライオンズに入団した。一軍での公式選出場がないまま1979年限りで現役を引退した。現役引退後は帰郷し地元企業に勤務した。 その際に、縁あってと英子英語力を身につける。その後、福岡大英ホークスのフロント、通訳、千葉ロッテマリーンズの通訳を歴任。1997年、ニューヨークメッツに艦隊併用地域、担当スカウトとして入団。新庄剛や吉井正人といった、日本プロ野球界で活躍する選手を多数、獲得するなど実績を上げ、 艦隊併用担当部長などを歴任。2013年、ロサンゼルスドジャースの日本担当スカウトに就任。2016年、ヒューストンアストロズの艦隊併用担当部長に就任。2018年、フィラデルフィアフィリーズの艦隊併用担当部長に就任。フジテレビの MLB 中継で解説も務める。大地美氏。 ドジャースの日本担当スカウトに就任スポニチアネックス2013年7月20日。ありがとうございます。